道路で波乗れ丘サーファー、乗ってみませんか？会員登録も今なら無料ですよ。あの丘サーファー登録無料お試し乗車キャンペーン中です。いかがでしょう？丘サーファー、あんな欠陥品乗るわけねえだろ。もう欠陥品じゃないんです、お願いします。はあ、誰も乗ってくれない私の丘サーファー。丘サーファー？お兄さん、丘サーファー試してみませんか？今試乗キャンペーン中なんですよ。会員登録も無料、お得ですよ。どうですどうです？まず聞いていいか、その丘サーファーとかいうのは一体何なんだ？丘サーファーを知らないんですか？ということは炎上事件のことも知らない？炎上事件？ああいいんです、知らないならそれで。私丘サーファーの開発者の岡と申します。ああ俺は春日一番だ。春日さんですね。この度は私の話を聞いてくださってありがとうございます。ではこちら私岡が20年の月日をかけて開発した電動移動マシーン丘サーファーです。ほう、乗り物なのか？不思議な形だな。はい、これは昨今流行りの電動キックボードや電動自転車とは全く異なる設計思想で作られています。キックボードや自転車は自分で蹴ったり漕いだりせにゃなりませんが、これは何もしなくていい。乗っかってるだけで一切足を動かさずに進むことができる最強の楽ちん移動マシンなのです。へえ、そいつはすげえじゃねえか。でもなんでそんなマシンがこんなに見向きもされねえんだ？実は以前ちょっとした失敗がありまして。失敗？さっき言った炎上事件ってやつですね。ちょっとばかり炎上しちゃいまして。炎上？はあ、俺あんまりそういうの詳しくないんだが、もしかしてネットで変なこと書いちゃったとかそういうやつか？ああいや、ネットも当然炎上しまくったんですが、実際にも炎上しまくっちゃったんですよ。というと？そのちょっとばかり不具合がありまして、ちょっとばかり走ると爆発しちゃったりして。マジの炎上じゃねえか。いやはやお恥ずかしい。でもですね、それは過去の話なのです。あの後私は深く反省し、自ら試乗実験とバグ修正を繰り返しました。そのトライアンドエラー数なんと5億回です。うまくいかないこともたくさんあり、何度も傷を負いましたが、その甲斐もあり今の丘サーファーは不具合ゼロ、安全安心の最高の乗り物になったんです。ですが一度ついた悪いイメージは拭えず、結果的に誰も乗ってくれないんですよ。今の丘サーファーには絶対の自信があるのに、一度乗ってもらえば良さがわかると思うんですが。なるほどな、そういう事情だったのか。まあその傷を見ればあんたが体張って頑張ってきたって熱意は伝わってくるよ。それでもしお時間があれば試乗してみません？ここまで話を聞いてくれたのは春日さんが初めてです。絶対満足してもらえると思うのでね。本当にもう爆発しねえんだよな？はい、この傷に誓って。わかったよ、物は試しだ、乗ってみよう。
やったありがとうございます。では早速やってみましょう。ライドオン。へえ、歩くより速いな。なかなか快適じゃねえか。ふう、いいねいいね。お疲れ様でした。いかがでしたか、オカサーファー。正直思っていたより全然良かったよ。歩くより楽だし速いし便利だな。ありがとうございます。その言葉が聞きたかったんです。おいおい、こいつらオカサーファーになんか乗ってるぜ。だせえな、流行らねえんだよそんな欠陥品。なんなんですかあなたたちは。確かに以前のオカサーファーは欠陥品でした。でも今のオカサーファーは違うんです。そんなの信じられるかよ。こんなガラクタぶっ壊してやるよ。いや、やめてください。あ、なんだてめえ。オカサーファーに乗ったもんだ。俺はこれ結構気に入ってた。会員登録してもいいかなと思ってんだ。だからおめえらに傷とかつけられたくねえんだ。それに文句は乗ってから言ったらどうだ。てめえ調子に乗りやがって。オカサーファーとまとめてぶっ壊してやるよ。ひいぜんやがってきやがる。俺の番だ。よっしゃ、状況だけは勝ってやるよ。春日さん、お怪我はありませんか。オカサーファーのために申し訳ありません。なーに、俺がこいつら気に食わなかっただけだよ。それよりオカサーファーは大丈夫か。何度か蹴られちゃいましたが多分大丈夫だとは思います。でも念のためこれは私が持ち帰ります。もし今ので壊れていてまた炎上でもしたら今度こそおしまいですからね。そうだな。それでさっき会員登録してもいいとおっしゃってましたけど、あれは本当でしょうか。ああ、気に入ったし今なら登録料無料なんだろ。困ってるみてえだし登録するよ。ありがとうございます。本当に嬉しいです。で、登録するといつでもこれに乗れるようになるのか。はい、オカサーファーへの乗車が禁止されているところを除けば基本的にいつでも乗ることができます。ただオカサーファーは電気で動くのである程度走るとバッテリーの充電が必要です。充電はハワイに数箇所設置されているオカチャージャーにて行っていただけます。充電には料金がかかってしまいますが、まとめてたくさん充電した方がお得になっています。オカチャージャーでは充電の他にも見た目や機能のカスタマイズもできるのでご活用ください。了解。ハワイは広いから移動が大変になりそうだと思ってたんだ。使わせてもらうよ。ありがとうございます。私も春日さんに満足いただけるようにどんどんサービスを拡張していこうと思います。それでは失礼しますね。なあ、気をつけてね。はい、春日さんもお元気で。
距離を超えると爆発すると直しておきますので安心してお乗りくださいね。